アグリフードエキスポは当時の農林漁業金融公庫があくまでも国産、農と食をつなぐをテーマとして平成18年8月に立ち上げ、今回で記念すべき10回目の開催となりました。第1回開会式において主催者である農林漁業金融公庫の高木祐樹総裁は、国産ブランドを支えるプロ農業者、食品製造業者の方の経営発展にお役に立ちたい、最大限尽力してまいる所存ですと開催宣言を行いました。買う方の方はの価値っていうのはやっぱりその安全安心と、それから価格よりも安定で途切れちゃ困ると、まあ、こういうこのことが私は美穂さんの新しい見方かなと。第1回開催では全国から293社4941名の食品バイヤーにご来場いただきました。その後、出店者数、来場者数も年々増加し、第3回開催ではついに来場者が1万人を突破しました。第3回開催でタレントの高木美穂氏を、第4回開催で俳優の長嶋俊之氏を、第5回でタレントの大桃美代子氏をアグリフードエキスポ大使に任命しました。平成23年の第6回開催から地域別に展示している中、品目別に出店商品を見たいという食品バイヤーの声に応えて商品展示コーナーを初めて設けました。また、日本公庫のお取引バイヤーと出店者との個別商談の場をご提供する特別商談コーナーも始めました。平成25年の第8回開催では、林芳正農林水産大臣に開会式にご参列いただき、開会式後、会場内をご視察いただきました。平成26年の第9回開催では、農業者が新たに開発した加工品をバイヤーが試食し、評価、結果を農業者にフィードバックする新企画、農家さんの新商品コーナーに25選が参加、372名のバイヤーに試食・評価いただきました。開催を重ねることで、国産農産物へのバイヤーの関心も広がり、ライフコーポレーション・清水真嗣会長などの日本のスーパーマーケットや大手食品メーカーを代表する方にもご来場いただいています。ライフは201店舗でね、年商売上4600億円超えて日本一のスーパーにはなった。こっちはもう若い時にね、散々遊んどったもんだから、今罰で働かせて。第10回目となった今回の出店者は869社と、第1回目の3倍の規模となりました。公庫といたしましては、プロ農業者たちの国産農産物展示商談会というキャッチフレーズのもとに、手探りでエキスポを立ち上げた10年前の初心を大切にしながら、次の10年に向けて、さらにこのエキスポを発展させてまいります。